最近バロ結構いろんな人とやってるよね、ダルさん。だ、俺結構やってない？やってるかな。ジャスさんぐらいか。ジャスパーぐらい。いろんな人とやりたいけどな、できやんもんな。そんなことなくない？なんかさ、ちょっと気まずくない？なんかアンレとかに呼ばれてさ、マッチング急に遅くなったりするやん。アンレは気まずいけど、でもプルパランクもな、気まずいか。カスタムとかやんないの？誘われない。え、嘘だ。いや、誘われ、みんな言ってくるわ、なんかカスタムやらないのみたいな。誘われたことない。誘われてそう。いや、誘われたことない俺、カスタムなんて。逆に開いちゃえばすぐ集まるべ。あ、俺が？そうカスタム無理やね、10は。エペランクでも俺困ってんのに。それエペランクは高いからじゃないの？何痛いよ。いや、プラチナでも。ああ。集まんないな、みたいな。でも最近なんか、ツイボで集まらなかった人が集まるようになったらしくて、アリサカっていう人なんだけど。アリサカなんか、気取ってるよな。いや、待って、ハンドルドライバーさん最近してません？エペックス。結構いろんな方としてますよね。その方たちに対して失礼じゃないんですか、それは。ちょっと気取ってるよな、アリサカ最近。それは失礼なんじゃないですか、最近。結婚しますよね、お兄さんも。ちょっと前までなんか、俺ら集まんねえよな、友達いねえよって言ってたのに、なんか。待って、友達いるからって言うようになってた。待って、言ってない。そんなこと言ってないし。いや、言ってた、それは。お兄さん、ちょっと最近エペラン結構しますよね。いろんな方と。どうなんそこんとこ。おい、それは確かに。それも見る。あ、俺？おい、おい。俺か。結構エペランしてたよな、いろんな人と。まあね、死に物狂いで集めたけどね、だって。俺、あれ、いや、だって俺、だから、渋春とか。結構いろんな人としてたよね、ボイボイ。じゃあ、もう渋春とかに声かけて、いついつやろうぜってなって、あと1、任せていいって言われて、ああ、任せろって言って、1時間前まで集まらんくて、結局渋春に見つけてもらったりとかしてたよ。こんな悲しいエピソードなんで話さなあかん、俺。しかも俺、ツイッターにさらされた、そんなやりとり。あと1応なんて。ごめん。こんな悲しい話ある？いや、ほんまにごめん。単価切って。ごめんなさい。なあ。アリさんもだって、たくさんいるもんね。友達がアリさん。アリさんはどうなんよ。人生そこんとこどうなんや。アリさんどうなのよ。いや、まあでも、いや、皆さんもいますやん。なんかオーバーウォッチのカスタムとかやってたな。やってましたよね。あれはウルカが呼んでくれた。ウルカに呼ばれてないけどな。それに関して言えば呼ばないウルカが問題やわ。あー、あいつか。あいつが悪いわ。あいつが悪い。確かに。あのガイマジウルカ悪いわ。4番の CR なのに。ウルカ悪いわ。後で呼び出そう。あれ、俺ウルカさんにもアリさんにも呼ばれてないけどな。オーバーウォッチカスタム。俺も呼ばれてない。俺もウルカもアリサカも。え、でもウルカが悪いから呼ばれたってことはシスコさん友達いるってことじゃないですか。いや、コモリメタはどうなんですか。それ失礼じゃないですか。え、コモリメトさんに。いや、友達じゃねえんだ。どうなんですか、それは。友達。うわ、なんだなんだ、ビジネスパートナー。コモリメトはどうなん。あー、やばいね、やばいね。対戦は確かに。よし、マッチした、聞けるでござい。シャーレッツゴー。